変わってますね。そんな人ないでしょう。
初めてです。ありがとうございます。それこそ裏でね、あのポンポンとか持ってた子供さんたちとか、そう、いてはったじゃないですか、うん、でちょっとね、用意してる時廊下でお母さんとその子供さんとすれ違って、はい、お姉ちゃんもしかして YouTuber って言われて、わー、かわいい、うち YouTube やってるんで当たりやけど、うん、どんなの撮ってるのって聞かれて、そんなん絶対言うとあかんねん。またね、ちょっとぜひ見たことない人は見てほしいですけど、はい、お母さんいてたし、いや、もうそんなん、そう、教育上良くないから、教育上良かったから、ゲームしてるって正解正解、間違いではないからね、ゲームの時間。お姉ちゃんたち、絶対お母さんに日本わちゃちゃ見たよって言ったらあかんね、たぶんこれないとか取り上げられてまうから、うん、ここで記憶消して帰ってくれ。ちょっと気になるお兄さんお姉さん方はぜひ YouTube で日本わちゃちゃと調べてください、はい、ライブ映像とかも出てきますので ね、はい、よかったらこれを ご縁にね、クリスマスプレゼントとしてよかったら私たちと、はい、出会ってくださると嬉しいです。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではクリスマスイブに皆さんメンバーからたくさん爆レスもらってください。束縛クイーン、今日は何を言ってるの？
今日一人サンプラーが生きてます。生きてる、仲良く生きてるのか。今日ですね、サンプラー今日生きてますね、勝手に生きてます。バトンがタイトルコールし、それでは次は、12月24日聖なる夜クリスマスイブに捧げます。お化けのトナカイ。してないから。いや、ちょっと大丈夫ですよ。いや、あれですよ、今日イメージ
てる人、まあコロナが7割ぐらいしかいないので、3割にはまだちゃんとしたアイドルっていうことになってるので、うん、いける。そのまま憎く終わろう。見た時の高低差すごいです、そんなもん。日本はちゃちゃ、絶対継続しないでください。それではラスト2曲続けて聴いてください。騒げ。Thank you.
以上、私たち日本マネージャーでした。ありがとう。